皆さんこんにちは。誰もが一度は夢見る芸能界、華やかで美しいイメージで溢れています。そんな芸能界の中で噂になりやすいのが俳優と女優の熱愛です。特に共演者との噂が多い芸能人は共演者キラーと呼ばれ、恋愛事情が注目されています。今回はそんな共演者キラーに注目し、共演者キラー女優25選をご紹介します。25位は吉岡里帆さんです。とても綺麗で可愛くスタイルもいい、これぞ女優という容姿をされている吉岡里帆さん。多くの作品に出演されていますよね。そんな吉岡里帆さんは共演者キラーと言われています。噂では15歳から彼氏が途切れたことがないそうなのです。これまでに町田啓太さん、松坂桃李さん、永瀬智也さん、成田凌さん、佐藤健さん、吉沢亮さん、千葉雄大さん、星野源さん、中川大志さんなど多くの共演した俳優との噂が出ています。24位は飯豊まりえさんです。子役からモデル、女優へと転身し、ドラマに映画と大活躍されています。これまでにドラマ「マーズ」で共演した藤ヶ谷大輔さんや、子役からドラマ「ずっと笑ってた」など多数共演のある北村匠海さん、ドラマや映画で恋人役を演じた中川大志さん、平野紫耀さんなどとの噂があります。23位は森川葵さんです。2016年に放送されたドラマ「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」およびドラマ「プリンセスメゾン」で共演した高橋一生さんとの交際が報道されました。過去には「ごめんね青春」で共演した錦戸亮さんとの噂もありました。次々と共演者と噂になるため、共演者キラーの呼び声が高まっています。22位は二階堂ふみさんです。二階堂ふみさんはこれまで12人の男性と恋の噂がありました。何人かは週刊誌にデートと思わしき写真が掲載されたりすることもありました。いずれも共演をきっかけに交際の噂が立つことから、共演者キラーと言われている二階堂ふみさん、最近では2020年の米津玄師さんとの噂以降、熱愛の報道や恋の噂はないようです。21位は黒島結菜さんです。若手女優の黒島結菜さんは新共演者キラーと言われています。2020年には高良健吾さんとの交際が発覚。黒島さんと高良さんは2015年の NHK 大河ドラマ「花年ゆ」で夫婦役を演じて急接近しました。高良さんの前には成田凌さんとの交際も報じられていました。現在は NHK 連続テレビ小説「ちむどんどん」で夫婦役を演じた宮沢氷魚さんと実生活でも愛を育んでおり、パートナーとして事実婚されています。20位は永野芽郁さんです。ドラマ界では年上俳優キラーと言われています。朝ドラ「半分青い」では佐藤健さん、僕たちがやりましたでは久保田正孝さん、映画ミックスでは瀬戸康史さんとの恋模様が描かれています。また映画俺物語では鈴木亮平さんなど多くの有名俳優と恋人役を演じ噂になりました。永野さんの感情表現の巧みさには評価が高く、表情がくるくる変わる愛嬌と物おじせず年上俳優の演技についていける度胸は大物女優にも負けないものがあるのです。そんな魅力に惚れる共演者も多いようです。19位は有村架純さんです。有村さんは今や国民的女優ですが、清純派でもあり、それはプライベートでも同様なようです。夜の街で遊んでいるイメージはありませんし、想像すらできないですよね。そしてドラマや映画の現場でも自然体で振る舞っているそうです。映画やドラマ、舞台で主演を張るような女優の多くが尖っていて性格がきつい人も結構いるようです。プレッシャーもありますし、戦うところは戦う必要もありますから、それぐらいでないと主演女優は務まらないのかもしれません。ただ有村架純さんは真逆で尖った部分が一切ありません。そんな姿に惚れる男性が多いようです。ナチュラル共演者キラーと呼ばれています。これまでに松本潤さん、二宮和也さん、東山紀之さんがメロメロになったという話や、佐藤健さん、
松方弘樹さんまで惚れた男性として名前が挙がっています。現在はキング&プリンスの高橋海人さんと真剣交際しているとのことです。18位は浜辺美波さんです。2011年に映画「アリと恋文」で女優デビューとともに映画初出演初主演を果たし、2015年に放送されたスペシャルドラマ「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」で大ブレイクした浜辺美波さんは浜田辰臣さん、北村匠海さん、竹内涼真さん、佐藤大樹さん、高杉真宙さん、中村智也さん、パパラピーズジンジンさん、横浜流星さん、龍河さん、那須川天心さんなどと熱愛の噂された共演者キラーです。17位は蒼井優さんです。2006年の映画フラガールなどの演技が認められ第30回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、第49回ブルーリボン賞主演女優賞をはじめ多くの映画賞を受賞して大ブレイクした蒼井優さんは、これまで瑛太さん、岡田准一さん、大森奈緒さん、鈴木浩介さん、堤真一さん、三浦春馬さんなどと熱愛が噂され魔性の共演者キラーと呼ばれました。16位は宮崎あおいさんです。2005年、少女漫画原作のヒット映画「ナナ」で中島美嘉さんとのダブル主演で2人のナナを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たした宮崎あおいさんですが、共演者キラーとも呼ばれています。これまで後に結婚した岡田准一さん、桜井翔さんとの熱愛が報道されましたが、岡田准一さんとは映画「影日向に咲く」、桜井翔さんとは映画「神様のカルテ」で共演したことがきっかけでした。15位は橋本環奈さんです。2013年5月、地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントにレブ・フロム・ DVL のメンバーとして参加しており、そこで知名度急上昇のきっかけとなる奇跡の一枚と呼ばれる写真がファンの手によって撮られました。実は共演者キラーの異名を持ちます。これまで山田涼介さん、佐藤勝利さん、中島健人さん、伊藤健太郎さん、山崎健人さん、小栗旬さん、平野翔さん、片寄涼太さん、坂本勇人さん、宇野康秀さん、中川大志さんといったイケメンたちと噂になりました。14位は新垣結衣さんです。2005年ドラマ「渋谷フィフティーン」で女優デビュー、女優、歌手、モデルとして幅広く活動されています。主な出演作にドラマ「コードブルー」「ドクターヘリ緊急救命」シリーズ「リーガルハイ」「逃げるは恥だが役に立つ」などがあります。そんな新垣結衣さんはこれまで三浦春馬さん、山下智久さん、生田斗真さん、錦戸亮さん、坂井雅人さん、岡田将生さん、綾野剛さんなど多くの共演者と熱愛が噂され、最後は星野源さんとゴールインしています。13位は七尾さんです。2009年より本格的に芸能活動を始め、現在はドラマ、映画、雑誌、CM 等幅広く活躍している七尾さんは年下の共演者キラーとして有名なようです。2015年に間宮祥太朗さんとのお泊まりデートが報じられ、17年には自宅マンションに菅田将暉さんを連れ込む様子が写真付きで掲載されました。横浜流星さんとは浮いた話がないものの、ドラマ「恥恋」出演時に年上の女性の魅力というものがこのドラマを通して分かったと横浜さんはコメントしています。撮影時には共演者を魅了する大人の色気を出されているのかもしれません。12位は長澤まさみさんです。東宝シンデレラがきっかけで芸能界に入り、世界の中心で愛を叫ぶでは白血病と戦うヒロイン役を演じ、その後もタッチ、モテキ、海町ダイアリーなど数多くの作品に出演してきた長澤まさみさんも共演者キラーと言われています。これまで二宮和也さん、EXILE のアキラさん、伊勢谷友介さん、野田洋次郎さんなど多くの共演者と噂になっています。11位は武井咲さんです。国民的人気女優としてドラマや CM などで大活躍の武井咲さんですが、これまで佐藤健さん、大倉忠義さん、松坂桃李さん、高博さんなど
イケメン俳優との熱愛が報じられてきました。いずれも共演者ということで、業界内では共演者キラーとして知られています。10位は深田恭子さんです。1996年、第21回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞。その後数々の作品にヒロイン役で出演し、国民的女優として知られる深田恭子さんですが、2015年に放送されたセカンドラブなどで共演していたカトゥーンの亀梨和也さんとの熱愛報道が話題になりました。その他にも亀梨さんの大先輩にあたる東山紀之さんや、2002年のドラマリモートで共演した玉木宏さんなど名だたる俳優との熱愛が噂されています。9位は高岡早紀さんです。魔性の女として数々の浮き名を流してきた高岡早紀さんは、過去に松尾鈴木さん、中村獅童さん、堤真一さんなど仕事を共にした仲間と次々に噂になり、最近でも2016年には舞台「少年」で共演した松坂桃李さんと韓国料理店で濃厚デート、2017年には舞台「デストラップ」で共演した片岡愛之助さんとの池袋ディナーも報じられるなど、共演者キラーとして知られています。相手の男が自分のことを 100% 嫌いでも好きにさせられるという独自の恋愛観の持ち主だそうです。8位は北川景子さんです。ファッションモデルから人気女優へと転身した北川景子さんは、2006年「モップガール」で連続ドラマ初主演を飾ったことで一躍人気女優の仲間入りを果たしますが、その素顔は共演者キラーとして有名だったそうです。過去には2009年に「焼肉&手つなぎデート」が発覚したニュースの山下智久さんの他に、嵐の松本潤さん、上地雄介さん、細田義彦さんのみならず、映画「ヒートアイランド」で共演した木村亮さん、「真夏のオリオン」の玉木宏さんや、「花の跡」の宮尾俊太郎さん、「パラダイスキス」の向井理さんなど、毎年のように共演者と噂になっていました。7位は石原さとみさんです。2002年第27回ホリプロタレントスカウトキャラバン「ピュアガール2002」でグランプリ受賞を経て本格的に女優活動を始め、その後数々の作品でヒロインを務めた石原さとみさんは、これまで佐藤健さん、滝沢秀明さん、岩田剛典さん、生田斗真さんなど多くの共演者と熱愛関係が噂されたことから共演者キラーと呼ばれています。6位は綾瀬はるかさんです。第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンでの審査員特別賞受賞をきっかけに芸能界入りました。その後映画「ハッピーフライト」「おっぱいバレー」「プリンセス豊臣」「海町ダイアリー」「本能寺ホテル」など数々の作品に出演した綾瀬はるかさんも共演者キラーと言われています。これまで山田孝之さん、亀梨和也さん、大沢たかおさん、向井理さん、岡田将生さん、佐藤健さん、西島秀俊さん、櫻井翔さん、松坂桃李さんなど多くの俳優の名が挙がっています。5位は土屋太鳳さんです。 NHK の連続テレビ小説「まれ」でヒロインを演じ、日本レコード大賞の総合司会を2018年2019年と連続で務めるなど全国的な人気を博している土屋太鳳さんは、男好きで共演者キラーと言われています。 NHK 連続テレビ小説「まれ」で共演した山崎賢人さん、他の作品で共演した福士蒼太さんには好きな素振りを見せて「ぶりっ子」と言われたり、亀梨和也さんと共演しただけで炎上してしまい共演者キラーと言われています。4位は戸田恵梨香さんです。デビュー以来ドラマ映画 CM など幅広く活躍、主な出演作に映画「デスノート」シリーズ「あの日のオルガン」、ドラマ「スペック警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿」シリーズ「鍵のかかった部屋」「大恋愛僕を忘れる君と」などがある戸田恵梨香さんも共演者キラーの一人と言われています。これまで加瀬亮さん、
綾野剛さん、成田凌さんなど人気俳優と浮き名を流してきました。3位は広瀬すずさんです。広瀬すずさんは文春オンラインで俳優の山賢人さんとの熱愛を報じられました。17年1月には俳優の成田凌さんとの熱愛を報じられています。2015年に放送された広瀬さん主演のドラマ学校の怪談での共演がきっかけで、都内のコンビニで仲睦まじく買い物している姿をよく目撃されています。2019年の NHK 連続テレビ小説夏空に主演した際には夫婦役で共演した中川大志さんとの関係を噂されています。2位は本田翼さんです。清純派に見られがちな本田さんですが、男性関係は派手と芸能関係者が証言しています。モデルの元彼に密着したプリクラが流出したり、違う元彼とは路中を報じられたり、これまで10人以上と噂になっています。2016年3月にはジュノンボーイ出身の俳優三浦翔平さんとの交際をスクープされ、三浦さんと別れた本田さんは1年足らずで菅田将暉さんとの熱愛が発覚しています。1位は吉高由里子さんです。女優の吉高由里子さんは共演者キラーと言われており、過去に噂になったイケメン俳優はなんと9人だそうです。玉木宏さん、林遣都さん、二宮和也さん、松山ケンイチさん、生田斗真さん、宝健吾さん、横浜流星さん、松下幸平さん、北村匠海さんと、そうそうたるメンバーです。これだけの俳優を振り向かせるとは、さすが最強の共演者キラーです。いかがでしたか？今回は共演者キラー女優25選をお伝えしました。清純派で意外だと思う女優さんもいましたが、どの女優さんも大人気で超魅力的ですよね。実際に交際していなくても共演するだけで熱愛を噂されてしまうというのが多いのでしょうが、それほど魅力的な女優なのかもしれません。すでに俳優さんとゴールインされている女優さんもいますが、今後も恋愛事情が気になるところです。次の情報に注目して待っていましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録・高評価お願いします。それではまた。